えー、皆様、こんにちは、えー。今回の動画はですね、えー、こちらの、えー、キャノンの純正レンズ EF50mm の F1.8STM というレンズを購入しましたので、私がなぜこのレンズが欲しかったのか、そしてですね、えー、なぜこれにしたのか、なぜこれに決めたのかっていうお話、えー、レンズ選びのお話なんかをやっていこうかなと思っています、えー。まずはですね、えー、私、えー まあ前回に引き続きなんですけどもこの映像を撮っているカメラえキャノンの EOSR7 用のレンズをえどういうのを買い足そうかなってねいろいろ今悩んでいるところだったんですけどもまあ初めになぜこれを買い足したのかというところですねまあ今このレンズえつけているレンズはですねえまあ前回もレビューでやったんですけども 1022mm というえ超広角ズームレンズですね これはもう明確に目的があってですね、こういった YouTube の撮影なんかで、広角に撮れるレンズを探していてですねまあ、e、EFS レンズだとなかなかね、超広角選びが難しいというところで、でもこれにしたんですけれども、目的がはっきりと決まっているというところで、このレンズをに決めたわけですけどもね、今回このレンズを決めた目的、どういった用途で使うというところなんですけれども、え、ー まあちょっとしたスナップとか、えー、まあ人物撮影、えー、記念写真、そういった目的で、一、えー、本ね、明るい単焦点、解放 F 値の数字の小さい単焦点が欲しいなっていうところで、まあ、すごくね、コスパに優れるレンズなので、まあ、これは最初に買い足したわけですけれども、まあ、コスパに優れるレンズって言っても、他にもコスパのいいレンズいろいろあるんですけれども、 まあそういったあの私が例えばあの選ぶレンズとしてですね何か目的をまず決めてほしいというところがあるんですよね例えば今回でしたらそういったあの体育館で撮影をしますのでまずは開放 F 値の小さいレンズですね、まあ、開放 F 値の小さいレンズというのはですねまず基本的な知識としてですね数字が小さければ小さいほど高くなる傾向にありますね例えばこれ開放 F 値 1.8ですけれどもこれが例えば1.4とか1.2なんていうレンズになるとそれに比例してお値段が高くなっていきますえそしてですね大きくて重くなっていく傾向にありますねそういったところでご自身で使う目的としてどのくらいの大きさまで許容できるのかどのくらいのお値段まで出せるのかっていうところねバランスを見て購入していただくのがいいかなと思うんですね 私、今回は、そういった、あの、ちょっとした人物写真とか、ポートレートとか、ちょっとしたスナップなんかで、え、室内で使いますので、なるべく軽くて小さい方がいいかなっていうところ。私、あの、カメラ2台使うので、R7 と、あの、Z9 ね、2つ持ちながら使うので、なるべく片方軽いレンズつけた方がいいなっていうね、ところがあるので、この F1.8 の STM、これすごくね、軽くてちっちゃいレンズなので、 それれで開放、F、値1.8から撮れるとまあそういったところとですね、まあ、このレンズはですねもう多くの方がレビューされているとても人気のあるレンズなんですけれども、まあ、その人気の理由というのがですね、まあ、コスパだけではなくてですねこのレンズ実は中古で私1万2000円からまあ良品を買ったんですけれども中古で1万2000円で買えるレンズなんて、まあ、性能もそこそこなんじゃないのっていうところですけれどもね。 まあその通りなんですけれども、まあそのまあ、性能がそこそこと言っても、ですねかなり、えー、性能がいいんです、実は。これはですね、あのまあ、多くの方のレビューの中で、ですね私、いつも、まあ、海外のレビューで、クリストファー・フロストさんという方のね、まあ、スタジオテストをされている方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方のレビューをいつも見ているんですけれども、まあ、その方のレビュー,、えー、どうぞご覧くださいってやっちゃうと、ね、もうレビュー済んじゃうんですけれども。 まあそういったレビューとかですね、あとはカメララブズさん、ゴードン・レインさんという方がいらっしゃるんですけども、その方のレビューとかでですね、実際に、あの、まあこの EOS R7 は RF マウントのカメラなので、RF の 50mm とね、どっちにしようかって散々悩んでたんですよ。まあ最初はまずその2つで悩みましたね。その中でですね、なぜ、えーまあ、EF 用のね、EF マウント用のレンズにしたのかっていうところで、そのカメララブズさんはですね、 実際に、えー、EOSR5 にこの EF の 50mm と RF の 50mm つけて比較されていますちょっとリンク貼っとこうかなその方の,あのレビューはすごくわかりやすくてですねまずあの価格差ですね RF の予報は中古で2万5000円ぐらいで買える、まあ、安いレンズなんですけどもこちらは1万2000円ぐらいから買えるので、まあ、価格差でいうと1万3000円ぐらい離れているわけですね じゃあ1万3000円上積みして RF 用のレンズ買った方がいいのかなっていうところこれ多くの方がね疑問に思ってると思うんですよあんまり変わんないなら安い方がいいと思いますし RF マウントに作り替えてですねえ性能がいろいろ向上したんだったら、まあ、1万2 0 0 0 3円プラスしてでも RF 用のレンズをねあの買った方がいいんじゃないかと、まあ、それをねゴードンレインさんのレビューでね見事にもうあの結論が出されてます まあ私もそれを見てね、なるほどなって思ったんですけども、EOS R5 で同じ位置から撮られているんですけども、中心部分のシャープネス、これはですね、RF と EF、えー、変わりません。ほぼ同じぐらいシャープに撮れます。もうその時点でですよ。その時点で私はまあ EF でいいかなって思っちゃったんですけども、まあそもそもが私あの、昔からあの EF、e、マウントユーザーなので、キャノンユーザーなので、まあ EOS R とか、 6D2 とかでも使ってるんですけどまあ把握できてるんでいいんですけどもそのゴールドル・レインさんはですねさらに、えーま、周辺部分とかをねあの拡大してる、えー、映像があるんですけれども、えー、それを見てですね、えーま、RF マウントの RF50 と EF マウントの EF50、えー、四隅の解像度ですね四隅ほとんど変わりませんですけどですよ ですけど、まあ、ミドルフレームって言われている。まあ、一番端っこまでもいかないけど、まあ、ちょっと中よりミドルフレームのところを拡大されている写真があるんですけども。そこを見ると、RF レンズ、RF50 の方が、まあ、しゃっきりとシャープに映っているっていうね、レビューだったんですよ。まあ、解放 F1.8 の話なんですけども、解放 F1.8 で撮る限りですよ。まあ、その、えー、まあ、RF レンズの方が、まあ、ミドルフレームまで、えー 見ちゃうと、まあ、しゃっきり撮れてるかなと。シャープに撮れてるかなっていうレビューだったんですね。ただ、この EF マウントの方もですね、まあ、そのミドルフレーム、開放 F1.8 から、まあ、許容範囲かなっていうぐらいので、ね、シャープネスなので、まあ、そんなぼやけちゃってるみたいなことでもないんですけども、まあ、そういったところを考えるとですね、私、EOS R5 ではなく、R7APS-C のカメラで使うので、四隅のね、あの、解像度が多少低くても、 四隅が多少ね、周辺光量の低下があったとしても、まあ、APS-G センサーで使うので、まあ、そのあたりはまあ妥協してもいいんじゃないのかな。そこまでそのミドルフレームまでぼやけてるわけじゃないので、まあ、許容範囲かなっていうところ。そしてですね、この 50mm の,50の、ね、F1.8 は、ちょっと秘密が、秘密というかまあ大体同じあの傾向にあるんですけども、絞ると顕著に改善します。その,あの四隅の解像度とかはですね、 もう F2.8 まで絞れば十分かな。まあ、F2.2 で許容範囲かなっていうぐらいまでシャープネスとか改善するので、周辺までシャープに映るようになるので、まあ、まあ、個人的に持った意見としては、まあ、F2 から F2.2 で使うレンズかなっていう感じがしましたね。うん。まあ、これはあの、明確に私があの、どういう用途で使うっていうところがはっきりしているんですけれども、まあ、たいあの、スナップ写真とか、 うんまあ、ポートレートというか人物撮影とか記録撮影ですね体育館なんかで使う時の記録撮影になるべく明るく撮りたいっていうところでねこのレンズを選ぶわけですけれども、うんまあ、実はですね他にもいろいろ選択肢があります、まあ、サードパーティー製のねタムロンとかシグマをね見ていくといろいろね迷う選択肢があるんですよ例えばタムロンの 85mm の F1.8 とかですねあれはもうフルサイズのカメラで使っても 四隅まできっちりとね、シャープに映るとてもシャープネスの高いね、レンズになっているので、それが中古で5、6万からね、買えるので、とてもコスパがいいレンズなんじゃないのかなって、まあ、5、6万円まであの選択肢を広げるとすごくね、いろいろあるんですよ。例えば、あとはシグマの 50mm の F1.4 とかね、アートレンズも今6万ぐらいまであれば、キャノンマウント買えるかな。うん。まあまあ、してや、1個型落ちのですね、 50mm の EX の F1.4 っていうレンズも5万円ぐらいあれば買えるんですけれども、それもあの型落ちのレンズなんですけれどもね、あれはあの素晴らしいんですよ。普通あの F1.4 なんていうねレンズになると、大体開放 F 値で撮った時にですね、中心も周辺も大体あの解像度が甘いです。シャープネスが甘い傾向にあるので、まあ基本ちょっと1段ぐらい絞って使うといいかなっていうね感じなんですけれども、 うんまあ、きっちり映したいなら一段絞りたいかなっていうレンズなんですけども、その 50mm の EX はですね、開放 F 値からすごくシャープに撮れるレンズなので、それもいいなって思ってたんですけどもね、うんまあ、ただ RF マウントで使うので、まあ、マウントアダプターとの相性が、ね、未知数っていうところがあってですね、まあ、実際にあのネット上を探すと、EOS RP で使ってらっしゃる方のレビューが出てたんですけども、まあ、ただね、オートフォーカスの速度が、ねまあ、ちょっと遅いです。 えーまあ、距離指標のメーターを、ね、うごあの見てる動画があるんですけれどもウィーンウィーンウィーンぐらいの動きなので、まあ、ポートレートとかね人物撮影にはいいんですけれどもね今回のようにスポーツまでちょっと考えると、うんまあ、ちょっとどうかなっていうところがあるので、うんまあ、そうしてキャノン以外にもねシグマ・タムロンまで比較するといろいろあるんですけどもキヤノンにも他にも 85mm の F1.8 とかね あとは 100mm の F2 なんていうね、まあ、古いレンズですけどもえその2つのレンズはですねオーートフォーカスがが早いいっていう明確な利点がありますねあれはもうオートフォーカスだけを撮ればねもう現代でも通用するぐらいオートフォーカスの動きは速いので、うん、ただ古いレンズなので周差が激しく出るとかあとは逆光にとても弱いみたいなねレビューも多いですけれども、まあ、体育館で明るく撮りたいっていう用途にはマッチしているかなって。 うんまあ、そういったところもあるのでで悩むんですよ、まあ、そういったところをいろいろ考えるとね選択肢がいろいろあってレンズ沼というものに、ね、はまっているところですけれども、えー、それでは皆様ここまでごは、えー、それではここまでお話をご覧になっていかがでしたか私のお話が少しでも皆様のお役に立てればなと思っています。そしてここでで告知なんですけれども 今週末の11日日曜日にですね、愛知県の慶明学館高校七宝キャンパス体育館にて、バレーボールの試合が行われます。美容ンカップといってですね、高校、大学、クラブチーム、実業団のチームがですね、トーナメントで試合をします。入場無料で見れますので、ぜひ皆様お気軽に足をお運びください。各地上履きご用意くださいね。 私、カメラマンとしてね、行かせていただきますので、ぜひ、私と目が合ったら、手振ってみてください。私もブンブン振りますので、<laughs> まあ、そんな感じであの、お気軽にね、入場無料なので、えー、ご覧ください。なかなかあの、実業団のチームの試合とかね、今まであのコロナ対策で、一般の観客入れないみたいな、ね、ことになっていたので、 えーまあ、ついね、ここ最近ですけれども、ようやくあのそういった制限が解けてきましたので、これから社会人とか、あのクラブチームの試合もね、私、行かせていただきますので、ぜひ皆様もあの、あまり見たことないよっていう方はね、お気軽に、えー、足をお運びください。それでででは最後まままごご視聴あありりがとうございししたた、えー、このりで失礼します